女子校から共学化したばかりの名門お嬢様学校。クラスで男子は俺一人。普通の男ならハーレム万歳みたいになるんだろうけど、あいにく俺はそうではなくて。エイトさんも感じますか？あのお二人からとても強い百合色の波動を。あのお二人、お顔をあんなに近づけられ、何よ、まさか。わあ、尊い、尊すぎますわ。幼なじみの琴崎さんと二人、物陰に隠れて息を潜めてユリカップルを観察する。これが俺の、いや俺たちのライフワークだ。可憐な乙女たちが育む特別な絆、それはまさにイデアのアナムネシス。うっとりとした表情でほとんど抱きつくように全身をすりつけてくる。琴崎さんは昔からこうだった。落ち着いた見た目に反してとにかく感情表現が豊かで、高校生になった今も子供みたいに無邪気だ。琴崎さんのスキンシップがあまりにも無防備なのと、目の前で繰り広げられるユリのクライマックスがあまりにも尊いので、心臓が口から飛び出してしまいそうなほど激しく脈打っている。いかんいかん、彼女に対して横島なことを考えてはならない。肉欲はユリの対極にあるもの。彼女の同志でありたいなら、俺は琴崎さんのことを好きになってはいけないんだ。ユリカップルを観察する限界お嬢様と、その隣で一緒にユリカップルを観察する話、琴崎さんが見てる小説版、電撃文庫から発売です。